はい。こんにちは。長田カールでーす。ちょっと、今回は雑談っぽい感じなので、えっ、ー、と、なが、流し、聞き流してください。<laughs> 聞き流してくださいというか <laughs>。あのー、ちょっとこう、プライベートで、えー、会ったところから、ソニーさん、やっぱ、 あの、アピール下手なんじゃないのっていうふうに思ったお話です。はい。あの、せ、ツイッターでもちょっと流してるんですけど、えっと、先日ですね、うちの袋が、まあ、いい加減もう本当にスマートフォン変えようっていうふうに思ったみたいで。まあ、俺も前々からちょこっとこう、言われるたびにこの、今だったらこの機種がいいんじゃないかっていうのをタイミング的に言ってたんですけど、まあ、そんなにその、急いでるわけでもなくって本人自身はね。 別に、ちょっとふと思ったら、なんか最近こう動作が遅いんだよねっていうところが気になってるから、たまたま、あの、その時に俺がいたから聞いたとか、そういう感じで、そんなに急いでなかったんですけど、いい加減ちょっと我慢の限界に近づいてきたりとか、よくこうテレビの CM とかさ、そういうとこでスマートフォンもやっぱ、あの、ドコモだ、au だってその夏モデルいっぱいね、あの、発表した後から、CM とかもさ、 あるんで、そういうところをみ、あの、で、気になり始めたみたいなんですよ。で、自分でちょっと調べたみたいなの、その、次のこのスマートフォン何がいいのかっていうところで、そこで行き着いたのが、エクスペリア1と、ファーウェイの P30 Pro だったんです。あの、うちの袋ドコモユーザーで、今、あの、エクスペリア使っています。エクスペリアの、ええー、いくつだったかな、でも、絶 トスリーコンパクトとか結構前のものだと思うんですけど、それを使ってるんですよ。エクスペリア結構使い慣れてるのね。だからそういうところから、今の最新のエクスペリアを探した時に、まあ、エクスペリア1っていうところに、あの、なんだろうな、たどり着いたみたいなんですよ。で、まあ他にもいろいろスマートフォン見てたところで、あの、まあ評判、よがい、まあ、最近覚えたんだけど本人がね。 ま、ネット、ネットで検索するところは前から,からできてるんですよ。YouTube も最近見始めてるから、そこでもなんか、よく比較をさしてる動画とかがあるから、それを見て、あの、そこで覚えたのがファーウェイみたいなね。だから俺、俺の方に LINE、俺の方に、その、x p e r i a 1と Fueway。<laughs> ま、その時読み方知らなかったんでけど、Fueway って、どっちがいいのみたいなのが来て。 だから俺はそのエクスペリア1と P30 Pro のそれぞれのサイトを見せたんですよ。送ったんです。案内したんですよ。そしたらもう数分、数分後ですね。P30 Pro が欲しいっていう。ここだなっていうのをちょっと思いましたね。あの、ちょっと意外ではありました。うん。俺個人では、まあそうだよなっていうか、もともとそのそれぞれの やっぱそのカメラ、カメラ結構好きなんですよ。旅行とかも頻繁に行く人なんで、やっぱそれぞれ行ったところで写真はずっと撮ったりとかもしててさ、スマートフォンでだよ。別にこうやって一眼とかで撮るぐらい凝ってるわけじゃないけど、スマートフォンで撮るぐらいだけど、それでも行った先行った先で写真を撮るのが結構好きなんですね。で、会った時に、 あの、まあ、ちょっと時間があった時にはそれをま、自慢気に写真見せてくるっていう感じなんですけど、コンパクトのちっちゃい画面で見せてくるんですよ。あの、そんな人なんですけど、ねまあ、俺もそのね、彼女のそういうことを、そういうの好きなのも知ってるからさ、いろいろ考えてやっぱ P30 Pro がいいよなーっていうふうに俺も思ってたんですよ。だからただやっぱちょっと、まあ、意外ではあって、まあ、 その、それだけ何年もエクスペリア使ってた人ですから、まあ次も同じ、同じねシリーズを選ぶっていうのが普通は考えられるでしょ我々でさえも、あの今まで使ってきた流れで同じシリーズを買ったりすることの方が結構多いわけですよ。他のシリーズ買ったりすると結構挑戦心があるじゃん。挑戦心とか、冒険心とか、気分を変えようみたいな感じがあったりするじゃないですか。でも、そうじゃない人は普通にそのシリーズを買ってるわけですよね。なのに、 数分見ただけで、サイトを見ただけで、その気持ちがコロッと変わってしまったっていうところを、ちょっと驚いて、やっぱあの、見直してみたんですよ。まあ、あとは他の、例えば、サムスンとかね、ギャラクシーとかさ、のサイトも含めて見直したんですけど、あの、わかりました。あの、圧倒的にソニーさんのサイトの、サイトがダメ。 あの、本当に。えー、ファーウェイさんもそうですし、サムスンさんもそうですけども、わかりやすいんだ。あの、ソニーのサイトは、いろいろやっぱ、その、エクスペリア1のページではトップに、こういうことがいいんですっていう。うちのエクスペリア1、こういうところがいいですよっていうのが、まあ項目分かれて書かれてるんですけど、 どういいのかっていうのがその先にリンクを叩かないと次のページに行かないと見れないんですよ。だけど、そのサムスンとかファーウェイのサイトでそれぞれの機種のところっていうのは1ページの中でそれがわかるんですよ。あの P30 Pro はこういうことができるっていうのがまあ、同じような感じで項目分かれて入ってるわけですけどそれが こういう風うにいいんですよ。こういう風うにいいんですよっていうのが、次のページに行かなくても分かるようになってる。こんだけ寄って取れます。こんだけ明るく撮れますっていうのが。サムスンさんもこんだけ驚愕口ですとか。全部、その、そのページを、リンクをいちいち叩かなくても分かるようになってる。ソニーさんは最もらしいことが書いてる。トリプルレンズでどうのこうの、みたいな。<laughs> 書いた、なんで、その先どうすごいのかっていうのは、そのリンクの先を叩かないとわからないんですよ。ここだなっていうふうに、俺は思いました。うん。だもちろんね、その、そうやってサイトをしっかり見る人もいれば、そんなことはしないで店頭に行って触る人もいるんで、あのー、別に、サイトをそこまで力入れなくてもいいのかもしれない。もしかしたら。だけども、今、 そんなね、その、年取ってる人でさえもインターネット覚えて、やっぱり自分の家族とか、周りに詳しい人が常にいるわけじゃないから、いたとしても自分で、ちょっと調べるぐらいはしちゃうわけですよね。だから、サイトがしっかりできてるに越したことはないわけですけど、言っちゃえば。本当に、その、ソニーさんのこのエクスペリア1のサイトを、 昔っぽいなっていうふうに思いました。俺も、ほら、今まで、その、アンドロイダーとかもそうですけど、いろいろウェブサイトも、他のことも含めてね、あの、制作とか企画とかに携わってきていて、見てますけど、もちろん自分のところのだけじゃなくって、その際にはさ、あの、別のね、ライバル社とか、まあ、別、別のその、デザインがいいとされてるサイトも含めてですけど、いろんなものチェックしてきてますけど、 やっぱり、その、ソニーさんのサイトに関しては、わかりづらい構成になってるなっていうふうに思ったし、そのことですごく損をしてるんだなっていうふうに感じましたね。アピールの仕方が本当に下手なんだなっていうのが。その、結構何年か前の動画でもずっと言ってきてるんですけど、まあサイトまで、 言及してはないかな俺はその、店頭で配られているパンフレットとか、そういうところで俺は言ってるんですけど、パンフレット一つ取っても、まあ、一番、一番最近のものはまではチェックしてないでわかんないですけど、パンフレット一つ取っても、その日本メーカー、別にソニーさんに限らないんですけど、日本メーカーの製品のパンフレットは、本当にわかりにくいです。うん、な、何がいいのかがわかんない。あの、もっともらしいことは書いてある。 何千万画素のカメラとか、ね。<laughs> あの、何インチの何とかディスプレイとか、書いてあるけど、パッと見た時に何がすごいのかがわからないんですよ。数字が並んでる、数字と、なんか専門用語が長な書かれてるって、我々はわかるよ。我々はわかるけど、そのライトな人たちは何を言ってんのかさっぱりわからない。そういうところで言うと、本当に、 そのギャラクシーや P30 Pro のサイトっていうのはダイレクトに分かりやすくなってるなっていうふうに思いました。もちろんそのアニメーションとかが使われたりとかしてるっていうそのリッチな感じになってるのはもちろんそうなんですけど、それだけじゃないです。やっぱり本当にそれぞれの製品で何がすごいのか、どう、どういうふうに今までと違うのか。それが単純にこうスクロールしてるだけで分かるようになってる。 リンクを叩く必要がないんですよ。まあ、本当に、その知りたかったら、それ以上調べられるようになってますけど、リンクを叩かずに、そのページをスクロールしてるだけで凄さが分かるように作られてるっていうのが、ここを一つちょっとやっぱ、その日本メーカー、もうソニーさんに限らないですよ。日本メーカーさんや、や、やんなきゃダメだよねっていうふうに思いましたね。アピールの仕方が本当に下手なんだよなっていう。ここはね、 今回、うーん、なんか、今までもう思ってたことではありますけど、だけど、改めて今回気づかされたというか、やっぱりその、自分の、まあ、今回身内ですけどね、身内ですけど、その、全然そのスマートフォンとかに詳しくない人間が、そういう風になったっていうところなんで、わーっていう風に思いましたね。もう今だって、 うちのお袋は P、P30 プロあの、発売というかね、予約開始されるの待ってますよ。もうそこのホームページ見て、P30 プロの方がすごい。P30 プロにしたいっていうふうになってますからね。で、俺の方で、やっぱり改めて、今 P30 プロは、まあこう、米中のあれでね、あのー、今、予約受付が停止になってるよっていう話もしたし、 まあ、あの、ちょっと高めだし、価格も高めだし、もっと低価格でグ、Google グのさ、ピクセル l 3A みたいな、あの、カメラもね、ちゃんと機能もいいし、それなりに安くていいのもあるよみたいな話とかもいろいろ言ったんですけど、それでもやっぱ P30 Pro にもう惹かれちゃってますから。そりゃね、別にスノボスノボでジャンプしながら撮影はしたりしないし、あの、オーロラを見に行くこともないですよ。 そんな北極圏の方まで行くこともないです。ないですけど、まあ本人的には、やっぱり、その、未だに旅行をしたりとかする中で、夜景を撮ったりとか、あとはなんか花とか、そういうものによって、マクロで、マクロ撮影ですね。それができるとか、もちろん、エクスペリアでもできることでもあります。だけど、ホームページを見て、 P30 Pro の方がそのアピールの仕方が上手かったというところだと思います、ここはね。大事ですね、やっぱね。伝え方うん。なんかでもずっと言ってるでしょ、俺。他の動画とかでもアピールの仕方がね、下手なんだよねっていうのも別に毎回言ってるわけじゃないですけど。今回本当にそれを感じました。ちょっとね、雑談じみた感じのもので、 あの、ちょっと長々とは話しましたけども、改めて、その、単純にその職人のように良い,い製品を作ってれば、それを人が認めてくれて、自然と買っていってくれるっていうのは、なくはないけど、とても難しいだろうなっていうふうには思うし、今この時代。やっぱり、どれだけダイレクトに伝わる方法を考えられるか、 だなっていうふうにね、思いましたね。うん、だからソニーさんも、職人のようにソニークオリティに達するまで製品を出さないとか、なんか、わかる人はわかるっていう形でやる。もちろんその心意気もわかるんですけど、しっかりとね、アピールするところはアピールしないと、 どんだけ頑張っても売れないままだよっていうふうにね、思いましたね。そこもしっかり改善しなきゃいけない。あの、製品として他のメーカーと、メーカーに並ぶだけじゃいけないし、アピールっていうところでも、しっかりと伝わるアピールの仕方っていうのを考えなきゃいけないだろうというふうにね、思いました。ほんと見比べてみてください。全然作りが違うんで。 見たらわかると思う、ほ、うんとに。これはね、ああ、こういうことかっていうのを改めて気づかされました。はい。ていうことで、また見てな。バイバイ。